はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日朝9時セレクションボックスが実装されました。いや、コナミさんありがとう、ありがとうですよ本当に。ですね、セレクションボックスのちょっと内容がね、どんなカード入ってるかっていうのをちょっと、先にお伝えしておきたいなと思うんですが、開闢の使者やばい、いや来た、元禁止カード、元禁止カードです。これめちゃくちゃ強くて、昔ね2003年とか4年とかそのぐらいのあの頃だと思うんですけども、めちゃくちゃ強くて、このカード、まあ元禁止カードとなっているんですが、まあ今はね全然あのいくらでも使えるんですけども、このカード、それから見習い魔導士ね、これはまあ来ると予想してたんで、まあはいっていう感じです。であと神竜王アグニ松戸、バニッシャーですか、はい、こいつ、それから、奈落の落とし穴、いやーやばいやつ来たなやばいやつ来ましたね。あとは結構再録が UR は多くて、で SR は、マジェスタ、パラディンと、それから、ジャイアントレーナーと、ダイガスタフェニックス、イグニスタ、プロミネンス、それから、インフェルティヘルデーモン、ゼロラプラス、ベアーマン、ペンディアムリボーンみたいなところが、新規カードになっているんですが、セレクションボックスのね内容は皆さんもゲームログインしていただいて見ていただければなと思うんですけども、やっぱりですね、まあ、開闢ですよね。一発目はどう考えてもかっこよすぎます。はい、私はプレミアム加工にしっかりめにね、3枚しましたんで見てください。はい、今回のデッキはこちら。はい、どうですか、かっこいいでしょ、かっこいいよね開闢って、めちゃくちゃ好きなんだけどさ、まあ、このカードを、まあ、今日は活躍させていくデッキを作ってきまして、初めに言っときますけど、アルティメットロマン構築でございますんで、結構事故りますこれはしょうがない、かっこよく使うためにはある程度の事故は許容していただきたい、そんな風に考えてまして、でどういう風にやっていくかっていうと、開闢の使者のね今更の説明になっちゃうんですけど、効果ね、通常召喚できませんと、墓地から光で闇を除外すると特殊召喚できますと、へえ、で1番の効果で、フィールドのモンスターを、除外できますと。でただしこの効果使うと攻撃できませんよ、もしくは2番目の効果で、攻撃で相手モンスターを破壊すると、もう一度攻撃できますよみたいな効果を持っているということですね。まあ、どっちかを選んで使うみたいな感じなんですけれども、これ光と闇除外できるんで、まあ、相性がいいデッキいくつかあってね、サンダードラゴンとか、まあ、ライトロードとかいろいろあるんですけども、やっぱりですね一番美しく使う方法は何か、これ超戦士カオスソルジャーと一緒に使うのが一番かっこいいんですよ。これ結構 OCG の方でもこんな感じのデッキを僕組んでまして、結構再現できるようになってきたなと思うんですけども、挑戦士の方がで宵闇と開闢を落としながら挑戦士出しまして、で挑戦士のコストにしたこいつらを除外して開闢出すと、こいつらの効果も起動できて、もうめちゃくちゃアルティメット美しいというね、これがめちゃくちゃにかっこいい動きになっております。はい、でこれをまあ実現させるために、今回は儀式の使い手っていうスキルにしました。で、戦時ゴッドしかないの、デュエルリンクスって。マンジゴッドじゃないから、同社で事故んだよね。同社で事故んだよ。まあ一応、ここのバジェラとかのところを、なんかその、ブルーナクのネクロスとかにして、防御札にしとけば、まあギリギリね、耐えることはできるかもしれないけど、対象に取れないカオスソルジャー出した方が、環境的にはやっぱ強いんで、まあどうしてもね、バジェラ、防御札兼、このデモリッシャーと一緒に墓地を送れるっていうことで、まあ、このギミックを採用しました。私はここはネクロスとかにすると防御力ちょっと上がります。結局このカオスソルジャー開闢の使者は一応疑似サーチができまして、まあ、それどうやってやっかっていうところ開闢なんですよね、天地開闢。これで、まあ、戦士族カオスソルジャーを含む戦士族モンスターをなんか3枚見せて、でサーチできるんですよ、選んだモンスターが暗黒騎士がやがカオスソルジャーであれば。だからこいつでサーチできるように3詰めしました。そうやってやっていくとどんどんデッキ厚くなってくんでね、なんか30枚くらいあっちゃったんだけど、もうしょうがないわねこれ。で挑戦士の使い手カオスソルジャーっていう一応スキルもありまして、これね、これも一応採用圏内かなとは思うんだけど、これ使っちゃうとまだスキル修正になってないから、早くスキル修正しろやって思ってるんだけど、なんかストラクチャーとかセレクションに合わせてスキル修正できないのなんでなん、うん、めちゃくちゃムカついてんだけど、このスキルまだ修正前で、これモンスター特殊召喚できないんですよ、儀式モンスターしか。だから挑戦士出した後にあれなんですよね、開闢出せないんですよね。
マジ弱くて、それが。だから今回は儀式の使い手で使ってます。一旦で挑戦しと開脈を並べてぶん殴っていくっていうデッキなんで、はい、早速ね、この開脈の下のね、かっこいいところ見せていきましょう。開脈総破算デュエル3倍。さあお相手の方10代、相手にとってクソがねえ、あ、手札やばい。ちょっと防御札マジで引けねえもんな、このデッキ30話にしてっからよ。まあ、一応バジュラしかないんです。ちなみに防御札このデッキやばくないですか。もう防御を捨てました、はい、あの自分のやりたい動き押し付けるために防御を捨てるっていう。あ、ちなみにワンキルされまくってます。はい、挑戦士カオスソルジャーを持ってくる。そして、カードを一枚セット、カードを一枚セット。あ、何も引かんねえ、何も引かんねえ、何も引かんねえ、なんで、なんだあのカード、わけわかんねえな。あの3期生なんだ、ブラフか、分断か、波紋か。とりあえずターン終了なんだったら天地開幕するよ。さあ天地開幕の効果を発動させてもらうぜ。天地開幕の効果で倒すと、何、ナビゲート、貴様それは俺のカードだ。おい、な、10代何してんだ、それは俺のカードだぞ。それは俺様のカード。一体何を企んでいるんだ、ブラックマジシャン強い。とりあえずあの儀式魔法持ってきたすぎて、待って、これ2枚あるから、ですね、儀式魔法持ってきたすぎ問題発生してるんで、ちょっと一旦開脈酔い闇を落とせばいいかな。これむずっ、こうしてこうして、でこう開脈落とせばいいか、開脈落とせばいい、開脈で、はいはいはい、でこれで開脈が引かれると俺の手札に。開脈じゃなくても、あー、オッケー、神ゲーだったわ。はい、これが最強です。はい、これが、30% を引くもの、 33% か、 33% を引くもの。あー、デッキトップも引いた、強い。2体出る。2体も出る、やった、なんか開脈2体出る、天才か。さあ天地開脈の効果発動、カオスソルジャーまたは暗黒騎士ガイアモンスターを含む戦意速モンスター3体を墓地の送り、俺はその中からお前が選んだ1枚を。何、いいのか、いいのか、そんなもん使ってて、そんなカード使ってていいのか、大丈夫、儀式止めた方がよかったんじゃないか。いや多分儀式止めた方がいいぞ。ああ、なるほど、マジシャンブラックイリュージョン、オッケー、オッケー。で光闇序列、俺は光と闇の魂をゲームキャラ除外し現れろ、カオスソルジャー開脈の使者、そして開脈の騎士と酔い闇の騎士のモンスター効果をそれぞれ発動、このカードがゲームキャラ除外された場合、儀式モンスター、そして儀式魔法を手札に加えることは何、月の書、ちなみにあのバック全部踏みます、バック全部食らいます、あの対象体制とかないんでこいつら、全バックを踏みます、月の書も含むし硬化も踏むし。環境悪すぎない。俺は挑戦士の方が発動、挑戦士の方がによって手札に存在する戦時ゴッド、なんで戦時ゴッドなんだよ、マンチゴッドよこせ、戦時ゴッドと酔い闇の騎士を墓地の奥で現れろ、挑戦士カオスソルジャー降臨。一つの魂は光をいざない、一つの魂は闇を導く、やがて二つの魂はカオスの光を作り出す、挑戦士カオスソルジャーの効果発動、一旦に一度相手フィールド上のモンスター一体をゲームから除外できる、このモンスターを悪空間へ転送、そして俺は墓地で存在する戦時ゴッドと酔い闇の騎士をゲームから除外し現れろ、カオスソルジャー開脈の使者、うーわー、つえー、最強か、なんだこの展開力、神ゲーか。メタブロックリポートです、なに、あ、それ早いんじゃない、それやるの危ない、それ今やってくれたら除外できるけど、カオスソルジャー開脈の使者の効果を発動、お前のモンスターをゲームから始まらせてもらうぜ、ピローン、よし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 、いけ、挑戦士カオストロジャースーパーカオスブレード、1050ダメージ、はい、ハンド1枚で何ができますか、10代くん手札1枚でね何ができるんですか、焦るな、ゲームは始まったばかりだぜ、運命の罰ゲーム。こんな笑い方しません、闇君は。ターン終了、いいだろ。ちょっとゴミをちょっと掃除するために一回言うと、天地開脈しよっか。これでもう一回天地開脈来ねえかな。天地開脈じゃねえや、開脈の下来ねえかな。
コズミックスタイクの引き手から、はい、で圧縮して、あれシュ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 14分の3コズミック来い、ドロー、アーティファクトパジラ、なるほど、カオスフィールドの効果発動、カオスフィールドの効果により儀式魔法を手札に加えさせてもらうと。そして俺はカオスソルジャー壁掛けましょう、反転召喚2体のモンスターでオーバーレイ、ネットワークを構築、エクシーツ召喚、開脈と開脈でオーバーレイ現れろ、正確侵入、エネアード、そしてエネアードのモンスター効果発動、エネアードのモンスター効果によりオーバーレイユニットを1つ使い、モンスターをリリースすることによって相手フィールド上のカードを1枚を選んで破壊することができる。さらに俺は手札よりマジックカード挑戦士の砲丸発動、挑戦士の砲丸によって挑戦士カオストロジャーは再び復活する、一つの魂は闇を導きかどうのこうの、現れろ挑戦士カオストロジャー2体目バトルフェイスアルティメットカオスブレード、なんてかっこいいデッキなんだ、なんてかっこいいデッキなんだ。ちなみに勝率はだいたい 30% くらい、弱くね。さあお相手の方、女王のうんちくんじゃないですか、行くぜ女王のうんちくん、挑んできな、お前が持ちうる最強の戦術で挑んできな女王のうち。なに、え、それ最強戦術な、なるほど、ま、俺はまあバジラいるからなんとかなるよ、ああ割と強いじゃん、割とあるねこれは、まあ、バジラゲーではありますけどね、バジュラゲーではある、これ何もせずエンドじゃなこれ、コズミックサイクル打つ必要性すらないわ、1枚、1回線受けて、サーチしてコズミックサイクル受けてもう1回サーチして、でこれでマンジゴットみたいなことしましょう、実質ね、マンジゴットまだですか、コナミに問いたいんですけど、マンジゴットいつになってくれるんですか、おっと弱いな、大丈夫かそんなクソザコ展開してて、お殺されるぞ、俺のターン、ドロー、強っ、スキル発動、儀式の使い手、儀式の使い手により、いらねえカードはどれだ、カオスソルジャーいらねえなこれ、カオスソルジャーね、ガイアソルジャー、ガイアソルジャーこれマジでいらねえで、モンスターカード、俺は手札に挑戦士カオスソルジャー加えるぜ、そして手札よりマジックカード、コズミックサイクロン発動、コズミックサイクロンの効果により相手のフィールド上の魔法トラップカードを1枚除外する、ちなみにこれやんないと知ります、はい、まあ、こうそこらしようとしたのか全部踏むんでこいつら、バックにマジ弱いんで、バックが強いリンクスでは活躍できるわけないっていう。で、もう一回コズミサイクル打ちまーす。はい、分からせムーブいきまーす。城之内くん、君には俺の遊び相手になってもらうぜ。挑戦士の砲丸発動。挑戦士の砲丸の効果により、俺は手札に存在する宵闇の騎士と、海脈の騎士を、墓地の国、現れろ挑戦士、カオスソルジャー、降臨、さらに俺は墓地の光闇を除外するぜ。その前にちょっと一回半ですよ、手札を1枚裏側表示でゲームから除外させてもらう。そして天地開幕、光と闇の魂を生贄に捧げカオスフィールドに降臨せよ、伝説の最強戦士カオスソルジャー開脈の使者、そして開脈の騎士と宵闇の騎士のモンスター効果をそれぞれ発動、儀式モンスターと儀式魔法を1枚ずつ手札に加えることができる。しゃあバトル、あ、ちょっと待って、挑戦士発動しよう、挑戦士カオスソルジャーの効果を発動、海脈の騎士の効果によりお前のモンスターをゲームから除外させてもらう、バトルフェイスだ、いけ海脈総破産、アルティメットカオスプレード何根性やばい見てなかった、何根性だと見てなかった、貴様やりやがる、やばい、これ手札1枚でこれ何返される、これレッドアイズフュージョンとかされたらやばい、え、やばい、もしかしてやばいやばいやばい、ちょっと待って、やばいかな、いやでも言うてし2体は処理されないでしょ、根性では、まあ処理されるとしたら、いや根性全然見てなかった、自分が気持ちよくなることしか考えてなかったから、じゃ全然根性を見てない事件、事件起きた、やばい、相手のスキル全然無視する実況、実況者ね、はい、セットセット、弱い、弱っ弱っ、ゲロ弱じゃん、大丈夫、ドロー、光りますか、光りませんね、光りません、逆に怖えな、挑戦士の効果によって手札は1枚、ゲームから除外させてもらうぜ、さらにこれはちょっとは分断とか一応ケアするが、一応これ出す、これ
分断ケアしよう。一応ちょワンチャンやばいことが起きる可能性もあるから、波紋とか。これ挑戦士殴ったら勝ちなんで、はい、いけ。挑戦士カオスソルジャーの攻撃、挑戦士カオスソルジャーの効果、破壊したモンスターの元々の攻撃力の半分のダメージをお前のライフに与える。何もバーンができるのはお前だけじゃないんです、城之内くん。だろ、お前のこれがアテムのパワーよ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、あ、相棒じいちゃんのカード、なに、じいちゃんのカード、なんだろう、なんかちょっと不穏な気配がするぜ。とりあえず殴ってくんなそう。バジラが全然仕事しなさそう今回。はい、打ち手のことし、あ、いいや、何型だろうね、ちょ分かんないですけど、とりあえずじいちゃんのカードとかいう、なんか俺のじいちゃんでもある、なんか武藤すごろくっていうなんかじじいがいるんですけど、そのじじいからもらったカードをなんか揃えようとしますね、やつは。予想外、はい、はい、はい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 、なるほどね、今のこの大会やっぱり強えな。はい、で手札4枚、これ何型ですか、お願い、はい、モンスターを攻撃強制召喚、なるほど、誰、トレジャーパンダ、あ、やばいね、あ、これね、これかなりやばいですね。あ、これトレジャーパンダ使ってからのがよくない、これ、それ今回し方若干ミスってる気がするけど、これちょっとやばいですね、これシンプルにやばいっす。いや、やばい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 、ちょっと止まれよ、焦るなよ、ゲームは始まったばかりだぜ。やばい、残りで4枚、やばい、闇の量産工場、やべえ、終わったかもしれない。このままだ、勝ち目はない。ちょっと待ってください、ちょ、相棒落ち着こうぜ一回、相棒、このままだと勝ち目はない。やばい、相棒やめてくれ、うわー。相棒それはねえよ、相棒高校ワンキルやんけ。ライフ1ミリも削らないで勝つのお前天才か。